皆さんこんにちは、みっぴ旅行です。私は今アメリカロサンゼルスに来ております。こちらはアナハイムにあるシラトンパークアットアナハイムっていうホテルになります。まだね、自分がロスにいるっていう実感がないんですけれども、これから多分ディズニーランドに行ったら実感もね湧いてくると思います。皆さんこんにちは、みっぴ旅行です。前回の動画は見ていただけましたでしょうか。私は今ワンワールドの世界一周航空券で世界一周旅行中でございまして、アメリカン航空のビジネスクラスに乗ってニューヨークからロサンゼルスへやってまいりました。今7時50分ぐらいなので、今からいよいよカリフォルニア本場のディズニーランドへ出発したいと思います。さっきね、実はね、私スマホの自撮り棒が折れてしまったんですよ。なのでちょっとディズニーランドに今から行くのに自撮り棒がないとかなり困るんですけど、こんな感じで手で持って撮影していきたいと思います。頑張ります。お部屋を出て出発しましょう。お部屋を出て外に出てきました。でですね、昨日私ここでゲストランドリーっていうところで洗濯をしたんですけども、大変だったんですよ。クレジットカードがなぜか使えなくて支払いができなくて、なんとその同じ場にいた外国人のご夫婦が代わりに支払ってくれたんですよ。アプリを取って、でそれでクレジットカードを登録してやるとできるよって教えてくれたんですけど、日本のスマホだからかわかんないんですけど、そのアプリが取得できなくて、どうしてもできなくて、すごい親切なご夫婦が代わりに支払ってくれたので、私はもう急いで部屋に戻ってドル札を握りしめてお礼をしました。昨日大変だったんです。洗濯機が4台と乾燥機が4台あるんですけど、結構もういっぱいで使ってる人たくさんいましたね。乾燥もしようとしたんですけど、いっぱいでできなくて待ってたんですけど、なかなか終わっててもピックアップにね来てない人とかもいて、さすがにその出せないので、ホテルの人にちょっと来てもらってやってもらおうとしたんですけど、それもねホテルの人もなかなかその対応がちょっと遅くて、もう諦めてもうお部屋で乾燥っていうかね、まあ、部屋干しすることにしてお部屋に干している状態です。海外のね洗濯機って難しいですよね、使うの。今私はお部屋を出てロビーに向かってお庭を歩いているところなんですけど、ちょっとね肌寒いですね。ロサンゼルス多分10度もないんじゃないかな。肌寒くてヤシの木とかなってますけど、ちょっと雲に肌寒いです。こちらのホテルね、こっちにプールがあるんですよ。で私プール好きなので、暖かかったら昨日とかもね入りたいなと思っててるんですけど、肌寒くてまだ入れないですね。7時からオープンしてるみたいなんですけど、クローズってなってますね。プールはこんな感じです。こんな感じのプールがあります。昨日4時ぐらいに到着した時は入ってる人いました。でも1組ぐらいしかいないですね。3月のロサンゼルスはまだちょっと寒いですね。あそこにタオルがあって、タオルとか無料で貸し出ししてくれると思います。夏とかだったらねいいですよね。で私の泊まってる部屋はプールが見えたので、多分あの辺かな、うん、あの辺ですね。増築したのかなこのホテル。多分私の部屋はこの辺りだと思います。もう8時になってしまったので、急いでディズニーランドへ向かいましょう。あ、なんかテラスで朝食食べてる人とかがいていいですね。南国風でリゾートって感じですね。ヤシの木があったりとか。シャトルバスがあれば乗りたいんですけどね、ちょっと体力温存のために出てるのか。でもみんななんか歩いて行ってそうな気がしますね。この宿泊ホテルに泊まってる人はみんなディズニーランドに行くんでしょうか。私実はあのスイスのインターラーケンで買った T シャツを着ております。スイスインターラーケンに2泊した時にお土産屋さんで購入しました。今日初めてね下ろしてみました。私の世界一周旅行で暖かい場所がそうなかなかなくて、結構寒い場所に行ってるので
やっとね切れました。おニューです。これで今日は楽しんでいきたいと思います。あ、 WBC 大谷だって日本のニュースやってますね。昨日か今日か日本試合あったみたいなんで、多分勝ったのかな。ホテルのゲストサービスの人に、なんかシャトルバスありますかって聞いたら、あるよって、外のあのベンチに座ってれば大きいバスが来るよって言ってたんですけど、歩いてもすぐなので歩いて行った方がいいよって言われて、今歩いてます。歩いて15分ぐらいみたいなので、みんなディズニーランドに向かってる人の後を追ってゾロゾロ歩いて行ってます。もうこの辺に泊まってる人はみんなディズニーランド行きますね。もうカチューシャつけてる人とかいっぱいいます。ずっと本当にこの道をずっとまっすぐ行くとディズニーランドに着くみたいなので、向かいたいと思います。楽しみ。ホテルからもう徒歩1分ぐらいのところに、あそこにアイホップがあります。そう、ハワイにもありますよね、アイホップ。今日途中でお腹が空いたらアイホップか近く、このね、こっち側にチーズケーキファクトリーがあるんですよ。なのでどっちか行こうかなと思ってます。ちょっと一回ホテルに戻ってこようかなと思ってるので、その時にちょっとランチでもしようかなって感じです。結構ね、みんな半袖なんですけどね、私もパーカー着てるんですけど結構肌寒い。あっちにね、チーズケーキファクトリーがあるみたいです。パークの入り口に到着しました。あ、結構朝からやっぱゲスト多いですね。今日日曜日なので家族連れとかもたくさんいそうです。セキュリティチェックとかあるのかな。もしかしてこの青のバスのこと言ってたのかな、ホテルの人は。でも歩いても確かに15分ぐらいで着きました。あとみんなね、結構ゾロゾロ歩いてるので、もう迷わず来れますね。こちらがエントランスです。カリフォルニアアドベンチャーズが左で、右手がディズニーランドですね。正面がディズニーホテルみたいです。入り口割と空いてるかも、割と空いてるかもしれない。では入ってみましょう。セキュリティチェックがあって、結構厳しかったですね。全部のポケットを確認してました。自撮り棒はパーク内で使っちゃいけないみたいで、ちょうど今日壊れたので、ちょうど良かったじゃないですけど、どっちにしろ使えないっていう感じですね。こちらがディズニーランドカリフォルニアアドベンチャーです。こちらがディズニーランドパークです。私は今日はディズニーランドパークの方に行きます。わあ、楽しみ。海外ディズニー、私大学生の時にフロリダのディズニーランドには行ったことあるんですけれども、カリフォルニアのディズニーランドは初めてなので、もうすごい楽しみです。東京よりもね、エントランス空いてますね。サクッと入りましょう。こちらがエントランスです。では100周年なんですよね、今。お祝いムードだと思います。ディズニーランドパークの中に入ってきました。入るとすぐにね、ミニーちゃんの花壇があります。写真撮ろうかな。なんとね、アメリカのディズニーランドはまだガイドブックがあって、しかも日本語がありました。いただきました、日本語。まだね、エントランス入り口の付近にいますよ。ディズニーランドシティホールってなんだろう、レストランかな。あ、チップとデールいる。チップとデールいるよ。あ、待って、ミッキーがいる。ミッキーがいる。わー、ミッキーちゃんがいるよ。そうか、オープンしたての時ここでお出迎えしてくれるんだ、入ってすぐに。わー、ミニーちゃんだ。カリフォルニア本場のミッキーのミニーちゃん。ミッキーのミニーちゃんに早速会うことができました。よかった。途中から
ミッキーフレンズ大集合です。あ、馬車だ。セルマットみたい、スイスの。面白い。パカパカいってる。歩いてるだけで楽しいですね。あ、ミッキーの銅像があります。ちょっと待って、あれがお城なのかな。すっごいちっちゃいんだけど。え、あれなんだ。シンデレラ城をいつも見てたので、ちっちゃくてびっくり、拍子抜けしちゃうぐらいちっちゃいです。あれあれかな、眠りの、なんだっけ、眠れる森の美女のお城かな。これがね、お城なんですよ。ちっちゃくてびっくりじゃないですか。で、こっちがマッターホルンボブスレーっていう乗り物がありますね。今朝の8時20分ぐらいなんですけど、ビッグサンダーマーテがなんと10分待ちなので、行っちゃおうかなと思います。シングルライダーとかないのかな。10分待ち。ビッグサンダーマウンテン。日本と同じかな。やっぱ朝早いと空いてていいですね。もうあそこで乗れるんだ。怖かったらどうしよう。これで多分大丈夫か。もうすぐビッグサンダーマウンテンに乗れます。ちょっとね、好きなアトラクションなのですごく楽しみです。ガッて落ちるのは苦手なんですけど、ビッグサンダーマウンテンなら多分大丈夫でしょう。ビッグサンダーマウンテンです。行ってきます。に来ました。これは、日本のディズニーランドにはないアトラクションですね。ファインディングにも多分ここだと思う。私はね、ディズニーランドのアプリを日本で事前に撮っていて、それを見ながらマップがあるので、日本のアプリと同じような感じで今どこ歩いてるのか分かりますね。それで動いてるっていう感じです。じゃあさ、これです。あ、子供がいい。やっぱこういう子供用のアトラクションですね。でもちょっと日本になくて乗ってみたかったので、マッターホルンが見えます。本物見てきました。潜水艦みたいに乗って多分ニモを見れるんだと思います。楽しみ。このアトラクションはファインディングにもサブマリンボヤージっていう名前のアトラクションで、こんな感じで潜水艦に乗っていきます。
ね、階段を降りて水の中へ入っていってます。楽しみ。あ、座るんだ。座れるかな。Secure ship for sea. Please remain seated at all times. Stand by to take it down. Dive. Dive.喜びそうなアトラクションでした。でも私も十分楽しめました。まあ、目の前にバズがあるんですけど、なんとそれも5分待ちなので乗っちゃおうと思います。朝早いから空いてるのかな。でも朝の空いてるうちにね、こうアトラクションをさっと乗るのがいいんじゃないでしょうか。日本のワクワクリアと結構似てるっていうか全く同じです。 All right, you junior space rangers, listen up.両手でやってたんですけど、どっちも触れるなって言ったんだ。エルミで奇跡の同じ右手と左手、なかなか当たんないんですよね。バズライトイヤー体験してきました。もうね、両手でやったので両手痛いですね。これやると痛くなるんだよね。そう、楽しかったです。写真撮られてたみたいで、これ私ですね、両手でやってる。次はイクアスモールワールドに向かいます。こちらにローナーちゃんがいますね。ブリーキングしてますね、ドナちゃん。並ぼうかな、マスで。ドナちゃん、はい、イクアスモールワールド行きましょう。5分待ちでした。あ、なんか外から船乗るんだ。ちょっと日本と違うかも。好きなんですよね、イクアスモールワールド。結構混んでるけど、本当に5分で乗れるのか。行ってみましょう。日本語で説明されてますね。まもなく乗り込みます。満席の船ですね。では行ってきましょう。外からスタートで珍しい。5分待ちだったけど10分か15分ぐらい並びました。Thank you.
remain seated until your boat comes to a... 今ファーストビジットバッジっていうのをもらいました。パンフレットに書いてあって、初来店ディズニー、カリフォルニアディズニーランド初来店の時にキャストに言うともらえるそうで、いただきました。記念になりますね。皆さんもよかったらね、カリフォルニアディズニーランドに来たらキャストの人に行ってみてください。記念のバッジがいただけます。初来園、初めてのディズニーランドパークカリフォルニアです。ゼベットジーさんとジーニーがいます。すごいすごい。え、私もサイン欲しいな。もらおうかな。もらえないかな。サインもらいたいんだけど。キュー。あ、サイン書いてくれてる。Thank you so much. Thank you. Thank you. いただきましたサイン。嬉しい。一つ目のサインゲット。10時45分からのショー、エンターテインメント見に来ました。余裕で入れそうです。カリフォルニアディズニーランドのお城です。ディズニー100周年って書いてありますね。ワンダーって書いてある。ミュージカルに並んでるところです。なんかね、でも誰もいないんですよ。こっちの人は見飽きてるのかな。もう何回もやってるから。それは1日に4回ぐらい公演があるそうです。こちら1日5回公演でした。なんか誰もいないですね。係の人もいない。はい、30分前から並んでた甲斐があって、最前列のセンター取れました。
Thank you.
You continue to enjoy your visit to the Disneyland Resort. ライオンキング見終わりました。すごく良かったです。すごい感動した。しかも最前列だったのでもう迫力がすごくて本場のアメリカのミュージカルを体験できました。マスターホルンですね。これもねアトラクションでジェットコースターなんですけど結構ねスリル満点で怖いアトラクションです。モバイルオーダーでホットドッグを注文したので12時50分までにピックアップに行く感じなので今ちょっとそのリフレッシュメントコーナーかなっていうレストランに向かってます。入り口のところにあるレストランみたいです。ワールドバザールみたいなところにあるところでホットドッグをピックアップしようと思います。こちらです。リフレッシュメントコーナー。それでホットドッグをピックアップしたいと思います。外国人の人はなんかショー見終わった後よかったら結構なんかよかったよみたいな感じで話しに行ってますね。ミッキーがいます。めちゃめちゃ近くにいる。ミッキー の, あの写真の締め切りはもうしちゃったみたいなのでちょっと遠くからミッキーを眺めてます。カルフォルニアのディズニーランドは東京ディズニーランドよりも小さいですね。カルフォルニアアドベンチャーの方と1日2パーク回れる感じですね。
にいます。洋服屋さんかな。スターバックス、日本にないカチューシャだ。これは日本にもありますね。これはないかな、多分。面白いボタン。かわいい。かぶり物してる。あ、これ私東京ディズニーランドで買ったの持ってます。これアメリカバージョン。後ろとミッキーとウォルトさんの映像が見える場所です。お城の前に来ました。何城って言うんだろう。東京だったらシンデレラ城なんですけど、眠れる森の美女のお城です。カリフォルニアディズニーランドは、お城はウォルトさんとミッキーが手をつないでる銅像があります。ここね、写真スポットなども結構並んでますね。このお城が意外とねちっちゃくてびっくりしました。だから多分夜のショーとかはここのとかで行われなくてまた違う場所でやるみたいですね。今ティンカーベルに並んでます。どのぐらいかかるんだろう。40分って書いてあったけどそんなかからなそうな気がするんですよね。とりあえず並んでみてます。ティンカーベル休憩してたかもしれないですね。列が動き出しました。もうサインをもらう予定です。カリフォルニア今日結構混んでますね。朝は空いてたんですけど昼の時間が近づくにつれてすごい結構人が多くなってきました。なのでこれからの時間はもうずっと混んでるかもしれないですね。夜まで今ティンカーベルに並んでたんですけど、なんとティンカーベルがいなかったっていうオチがあってそう、40分も並んでたのにカーベルがいなかったんですよ。私の後ろの人が待ちすぎてておかしいっていうので聞きに行ったんですね。そしたらティンカーベルがいなかったみたいで、彼女はどっかに行ってしまったみたいな。そう、そんなことってあるんですね、アメリカは。だからもう並ぶのやめてちょっとね、ずっと立って並んでるのも疲れちゃうのでちょっと今座って休憩しております。じゃあそろそろホテルに帰ろうかなと思ってきました。結構混んでるし、夜までね体力温存していかないと夜のショーまで持たなそうなので、一旦ホテルに帰ろうかなとも思ってます。ショーを見ることにしました。ということで今、立ち見になるんですけど待ってるところです。アメリカはねショー待ちのルールが全然なくて、立ってる人もいれば座ってる人もいるっていう感じで、日本だったらねなんか座ってるか立ってるかどっちか決まってると思うんですけど、アメリカはその辺のルールがルーズですね。なのでここで、立ちで、待っています。どんなショーでしょうか。楽しみです。
1ヶ月の語学留学が終わって遊びに1人で来たって言ってましたね。マンクツインコに行きました。一周船で巡ります。ディズニーランド一周ってわけではないんですけども、When it just cleared the busy port of New Orleans and beginning our journey into the great American wilderness. Our vessel for this voyage is the proud sailing ship Columbia. The food took us to make that journey. The Columbia was more than just a ship to us. She was our life and our home. Forward midships is the main hatchway leading below decks. She saved our lives. We can do better than that. Cheers. Yeah!
you guys watch it? すごい空いてます店内。ディズニーランドから徒歩1分ぐらいの場所、出てすぐのところにあります。パンケーキが有名だけどハンバーガー食べたいんだよね。どうしようかな。今アイホップに入ってきてハンバーガーを注文しました。今もう5時半ぐらいなんですけど、アイホップで早めの夜ご飯を食べたり、一回ホテルに戻って携帯充電したり、ちょっと疲れを取ってから夜のショーを見にまたディズニーランドに行きたいと思います。夜のショーはね絶対に見たいので、ファンタズミックとあと花火と、あともう一つなんかあるのか、夜のショー、それを見ないと日本に帰れないということで、はい、ハワイにもあるレストランっていうので有名だと思うんですけど、じゃあハワイでのアイホップは行ったことなくて、初めて今日入りましたお店に。ディズニーランドでプリンセスに会った時にサインをもらったんですけど、3人ともサインもらいました。これがねアリエルのサイン、水の泡もあってすごい可愛い。それでこれが白雪姫、スノーホワイトって書いてあります。かわいい。でこれがシンデレラ、もう達筆ですね。サインが多分プリンセスごとに決まってるんでしょうね。シンデレラのサインです。嬉しい。東京、日本じゃねなかなかシンデレラのサインってもらえないので、なんかプリンセスに会いに行ける場所があるのいいですよね、カリフォルニアのディズニーランドは。多分キャラクターごとにサインが決まってるんですね。同じです、ここの書いてあるサインとアリエルとスノーホワイト、あとこっちがシンデレラのサイン。シンデレラちょっと違うかな、今回書いてもらったやつ。ちょっと違うでもちょっと違う、オリジナルで書いてくれたのかな。やっぱりねディズニーは朝一が一番空いてましたね。新しくできたミッキーミニーのレイルウェイってアトラクション、朝は20分待ちだったんですよ。でももうお昼とか120分待ちとかになってて、ちょっと遅れるだけでもう40分待ちとかになってて、もうお昼頃には120分待ちだったので、そう朝一でね乗っとけばよかったな。朝一が一番空いてますね。ジャングルクルーズも朝は5分待ちだったんですけど、もう今40分待ちとかになってるので、イッツアスモールワールドもそうですね、もう45分待ちとかなので、朝1にパッとアトラクション乗っちゃうのが一番並ばないで済む方法ですね。気づきましたので皆さんにシェアさせていただきました。はい、ハンバーガー来ました。ではいただきます。お腹空いちゃった。ちゃんと肉の味がして美味しいです。でこのコーヒーは外でくれて飲み放題です。アイホップは日曜時間やってるみたいなので、うん、こういうジャンキーなものも食べたくなりますよね、アメリカにいると。ということで一旦ホテルに戻ってきました。ちょっと1時間ぐらい休憩してから夜のショー見に行きたいと思います。今7時20分ぐらいなんですけれども、携帯の充電もできたし、お部屋でちょっとだけ休めたので体力も回復しました。またディズニーランドへ向かいます。アトラクションもねさっきよりも空いてるみたいなので、何か乗れたら乗りたいなと思います。外がね夜になって寒くなったのでセーターを着てきました。さっき半袖だったんですけど、朝晩は冷えますね、なのでセーターぐらいでちょうどいいです。ちょっと1回帰って着替えてね、よかったです。ディズニーランドは今日夜中の12時までやってるんですよね。さすがにそんな遅くまでは入れないんですけど、夜のショーと花火だけ見て帰りたいなと思います。今7時35分です。ちょうど本当に徒歩15分で
でディズニーランドにまたカムバックしました。結構でも帰ってる人もいますね。すれ違う人も割といるので、多分寒くなって、なんか日中半袖だった方とか多分寒くなってなんか帰ってるような感じかも。すっかり暗くなってまた雰囲気が全然違いますね。夜のディズニーランドも来てよかったです。夜も綺麗、イルミネーションっていうか明かりがついてすごく綺麗です。あ、とかもうグリーティングとかはないのか、終わっちゃったのかな。アメリカはスリが少ないのですごく歩きやすいですね。ヨーロッパから来たので、特にフランスとかパリ、ロンドンから来たのでもうスリが怖くて歩くときすごい警戒してたんですけど、アメリカはそんなにスリヨーロッパほどいないと思うのですごくね安心して歩けます。そこがね全然気持ち的に違いますね、スリが少ないっていうのは。今ワールドバザールの道を歩いてアトラクションに乗ろうかなと思います。昼間に会った女の子にまた会えればいいんだけど、あの子はどこに行ったんでしょうか。なんかね、日本のディズニーより、暗いですね。電気が少ない気がする。プーさんが5分待ちだったので乗りに来ました。本当に5分待ちなのかな、すぐもう乗れそうですね。外だけなんだ並ぶのが。日本だと室内まで並ぶ列あるんですけど、外だけみたいです。てか本当に真っ暗、真っ暗だな。アメリカのディズニーランド夜は。どこで見ようかなと思って、そろそろ場所取りした方がいいのかな。1時間前なんですよね。どうしましょう。これ今ファンタズミックの1時間前ぐらいで結構もう待ってる人いますね。ジャングルクルーズが5分待ちになりました。ちょっと前までもう25分待ちだったんですよ。5分待ちになりましたので並んでます。ジャングルクルーズに乗ってます。真っ暗でね、ほとんど何も見えない。ファンタズミックの35分前とかです。とりあえずそこで待っておきたいと思います。Thank you.
5時半です。昨日は9時半の花火まで見てきたので、ホテルに着いたのがもう10時過ぎて、11時過ぎぐらいに寝ました。朝4時半に起きて支度をしたところです。で、実はもう私今日アメリカをフライトで旅立つんですよね。今からロサンゼルス国際空港に向かいたいと思います。またね、次移動するんですけれども、実は今日アメリカロサンゼルスからカナダに行きます。バンクーバーに向かいます。一旦ここで動画を終わりにしたいと思います。ディズニーランド、アメリカの海外ディズニーを満喫できてすごく楽しい滞在でした。次回の動画はロサンゼルスからカナダバンクーバーへのフライト搭乗機になります。チャンネル登録がまだの方はぜひお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。